アイリタンチャンネル。はい、アイリタン YouTube スタートです。今日はなんとキャンメイクさんでプチプラコスメをしてみようと思って、新しい企画を考えてやってみようと思います。はい、今日も京香ちゃんにメイクをしてもらおうと思います。元美容部員の、はい、京香です。今日もキャンメイク縛りでアイリタンにメイクしていこうと思います。イエーイ。じゃあまず最初こちらですね、キャンメイクパーフェクトセラム BB クリームの01番ですね。化粧下地とファンデーションが入っている商品になります。なのでこれ1個で大丈夫です、ね、すごいすごい万能なやつだよね。 BB ってそういう意味やったん。そう、めちゃくちゃ万能。下地も塗らずファンデーションも兼ね備えてるという神だね。神。では次、こちらですね、キャンメイクのブロックミネラルパウダー01番ですね。フェイスパウダーになります。こちらこんな感じのものになるんですけど、サラサラ肌が続くっていう、テカリやベタつきを抑えてメイクしたてのっていう商品になるみたいです。いいですね。そう、肌荒れも防ぐって書いてあって、ですごいコンパクトなの。だからあれ、これだけカバンに入れ込んで持ち運びっていう、めちゃくちゃ便利商品。めちゃくちゃちっちゃいからいいよね。いいね。カバンにちょっと入れるだけで済むから、うん、どう塗った感じ？めっちゃサラサラしそうな、サラサラって感じね。お直しでも持ち運びいいかもしれないですね。じゃあ次、ベースメイクとかも全部終わったので、キャンメイクのシェーディングパウダー01番、こちらノーズシャドウと小顔に見せるようにシェーディングしていきます。で次シェーディング入れていきます。アイリタンは童顔らしい、可愛らしい顔してるから、うん、顔がすごい丸顔、うん、可愛い顔って丸顔が多い。なるほど。そう、美人な人は面顔っていう感じで、アリちゃんは童顔で可愛いから、ありがとう丸顔嬉しい。さらじゃあ次とアイシャドウでキャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの10番です。パッケージもめちゃくちゃ可愛いです。ではこちらの一番明るいこの白の色をベースに塗っていきます。先ほどのこの色を目の下にも塗っていきます。じゃあ次こちらのブラウン、薄いブラウンの色を目のこの辺りに塗っていきます。でこちら濃い色を目の際に塗っていきます。目のギリギリのあたりになります。でこちらピンクですね、ピンクの色を涙袋の部分に塗っていきます。え、プチプラメイクでもちゃんと可愛いね、可愛いね、可愛いまだまだこれからです。はい、で涙袋の線もこちらの濃い色使って描いていきます。
じゃあ次、こちらの最後真ん中ラスト、このすっごいキラキラしてるんですけど、この色を目の真ん中にタン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 、まばたきしたらめちゃくちゃキラキラってする。めちゃくちゃ綺麗です。本当だ、キラキラしてる。次アイライナー、キャンメイクスリムリキッドアイライナーの02番ですね。これもブラウンの色を選択しました。目尻だけ、で次こちらアイブロウのキャンメイク3 in 1アイブロウ01番っていう商品になります。3 in 1っていうのは多分ここを開けたらブラシもついてる、ぼかしもついてるっていう3パターン。なるほどね。そう、めちゃくちゃ優秀、優秀、そして安いっていう、すごいね。これ一本で眉毛が仕上がるっていう、すごいわそれは、ね、パウダーが入っててめちゃくちゃぼかされます。ナチュラルな仕上がりになるってことかも。眉毛も完成。次、眉マスカラですね。眉マスカラでキャンメイクのカラーチェンジアイブロウの03番です。もちろんこれもブラウンですね。こちら、キャンメイクライティングリキッドライティングリキッドアイズの04番ふくらな涙袋が完成っていう商品になります。すごい、この商品キャンメイクならではじゃん。すごいね。ね、まあ、一応チップの部分がこんな感じなんですけど、一回塗ってみますね。完成です。涙袋いけました。キラキラ、ここキラキラ、わキラって、そうぷっくりしてる。すごい。今日はマスカラは使わないメイクということで、ちょっとブルーラーで上げておきます。アリタンまつげ長いからね。そうそうそう、マスカラいいやつなんだよね。ねえ、する時もあるけどね、全然この間のジルの時とか、うん。じゃあ仕上げこちらですね。リップのキャンメイクステイオンバームルージュ06番っていう色になります。色はこんな感じです。ちょっとオレンジに入った、塗ったらめちゃくちゃ綺麗な色なんで、アイリタンお願いします。割とナチュラルですごい可愛くて、プチプラやと思われへん。あ、すごい可愛い、可愛い。なんか今日メイクナチュラル、ナチュラルにしたい日はキャンメイクって感じですね。うん、可愛くなった。自分はコスメでもこんなに可愛くなれるということが検証されました。イエーイ、最近色入れました。めちゃくちゃいい感じなんだけど、めちゃめちゃ好みのメイク、いい感じね。みんなもキャンメイク使ってみてください。じゃあ
キャンメイク、こんな感じの商品でメイクしていきました。じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。アイリちゃんの応援もよろしくお願いします。じゃあまたね、メイク動画でした。